モーターズ。どうも、一生ダイエット中、不滅のデブ、モーターズ内原です。さあ、このアルパインのジムニー、もう見慣れたことでしょう。なんですが、2023年の新型大目玉の商品としてですね、あのビッグ X が大きく進化しました。フローティングの11型モデルがついにジムニーにも付けれるようになったんですね。さあ、今日の主役はこちらです。何度も言いますが、アルパインのビッグ X フローティング11型が進化がすごいんです。ご登場いただきました、自動車ウェブライターの増田さんです。どうも、おなじみの増田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、増田さん、はい、今日はですね、これです。出ましたね、ビッグ X、はい、フローティング11型、ついにこれジムニーについちゃったんですよ。そう言われてみれば、ジムニーでフローティングの11型ってご紹介してこなかったですよね。実はですね、今まで あのフローティング型のこの11型っていうのは2輪だったんですよね。本体が2輪の中に収まって、で画面がまあちょっと前にね出てくるんですよ。でそうするとジムニーの構造上ですね、この画面がなんともっと上になってたんですよ。そうするとちょっとこれ見えなくなりますよね、はいはいはい、前方視界が。なのでアルパインさんとしては適合を OK としてなかったんですよね。なるほど。なんですけども、今回ついにできるようになりましたと。ジムニーに改めてつくとでかいですね。そうなんですよ。このねジムニーのこのインパレにはね、めちゃくちゃでかい。いや本当迫力ありますね。しかもフローティングだから前に来ますからね。そうですね、近くなってるのは見やすいですね。でつまりのこと、これが 2D からです 1D になったんですよ。そうですよね、フローティングだからそういうことですね。そうなんですよ。で 1D になっただけじゃありませんと、はい、このフローティングのこのねモニターの取り付け位置のね、このマウントが、まあ、前後そして上下で固定式ではあるんですけど、まあ任意でね設定できるようになったんですよね。もちろん前のやつもある程度設定はもちろんできたと思うんです。その幅が広がったっていう、ね、そうなんです、感じです。もっと広がりましたと。でそれによって今までなんかね20車種の取り付けのその適合の確認が取れてたんですけども、はい、110まで増えたらしいですよ。なんと5倍以上。でもなんかジムニーに近いとは言いましたけど、はい、意外と違和感はないですね。高さがジムニー用ですかぐらい、なんかここぴったり。そうですよね、この元のねオーディオパネルのことをね、はい、比較してここちゃんと水平っていうかね、ライン上にありますよね。ジムニー用にこの高さ設定したんですかみたいな。まあお触りいいですよね。今回これジムニーにってことなんですけど、結局取り付け幅が増えたってことは、はい、まあ、さっき車種も増えたってことで、ね、110までね、20から110ですよ。俺の車は1人しかつかんからとか、ちょっと古いからとかっていう方もトライしてみる価値があるというか、検討してみる価値はありですね、うん、そうですね。この手の 1D のものをつけるときって 2D サイズのところにあの可愛いボックスね、うん、はいはい、僕もつけてます。こうなってるんでボックス使わないんですよ。使わないんですよ。でどうなるかっていうと、はい、あそこにホコリが溜まるんですよ。そうなんですよ。パネルにすればよかったなって後から思いました。はい、今回このパネルもセットになってるってことですね。そうです、これです、これです。目隠しもねちゃんと入ってますんで、まあそういう細かいところにね気が利くところが、まあユーザー思いのメーカーさんですよね。まあ、とはいえですね、まあ、メーカーさんに聞いたところ、その110車種っていうのはね多いのか少ないのかって言ったら、まあ、メーカーさん的にはそんなにまあ多いとは思ってないらしいんですよ。まあ、増えたよっていう感じですかね。増えたっていうね。まあ、でも彼らが言うには、車のカスタム欲とかですね、ちょっとお金をかけたいっていうユーザーさんがいる車種ってあるじゃないですか。はいはいはい、まさにまさにシエラなんか、ね、もうジムニーシエラなんかそうですよね、はい、でこれご覧になってるね、あのユーザーさんの中でもあると思うんですよ。そういった車種から重点的にやっていかれると。モーターズさんのチャンネルをご覧の視聴者の方なんかは、どっちかというとカスタム欲強いもう生粋の車好きだと思いますよ、皆さん。ね、ほんのちょっとのことですけど、はい、収まりがいいとか、はい、自然だとか、はい、結構カスタム欲強い方ってそこ大事じゃないですか。大事ですね。だからその辺はやっぱさすがアルパインさんですね、うん、まあそういうねスタンスも含めてね、やっぱりアルパイン憎いねっていうところだと思うんですよね。ですね。はい、これがまず1個目の進化のポイントです。続いていきますので、どうぞお見逃しなく。はい、それでは増田さん、実際に機能はどうなのかっていうところになってくると思います。でまずね、これ1点ちょっと力説したいところ、ここですよ。 iPhone と接続できますよね。 Apple CarPlay。 そうなんです、 Apple CarPlay なんですけども、これ見てください、繋がってませんよね。なるほどですね。でもね、ちゃんとこのソースをでは、もう Apple CarPlay オンになってます。これなんですよ。アルパインのビッグ X はワイヤレス接続が可能ですと。もう携帯持ってエンジンかけたらカープレイ繋がってるってことですね、はい、そうなんですよ。どれもこれもディスプレイオーディオとかアップルカープレイ一緒だろうと思う方にも、ぜひアルパインを検討していただきたいと思います。
続いてなんですけどもね、今までですと iPhone ですよとね、 Apple CarPlay、 そして増田さんはあれですよね、 Android Auto です。 Android Auto、 この2つだったんですけどもね、今回特にフィーチャーしたいのは Alexa ですよ。 Alexa、 おー反応しちゃった。アレクサって前からありましたよね。そうなんです。特にご紹介はしてこなかったですが、なんですけども今回かなり精度が上がったというふうに聞いてます。はい、何がすごいって、まあ通常のアレクサの操作だけでなくて、はい、ついにこのアルパインのカーナビですよ、はい、Google マップじゃないですよ、はい、アルパインのカーナビが音声で案内がお願いできるようになったんですよ。Android Auto とか Apple CarPlay って、はい、例えば Google マップだったり Apple 純正のね、地図アプリね、はい、案内が出るじゃないですか。紐づいてますよね。ちょっとっていうのがまああるじゃないですか。そうですね、カーナビとして100点かと言われると、まあ、ちょっとそこはね。そうですね、最新地図が常にあるっていうのはありなんですけどね。それはもうただやっぱこれ見てください、この高精細なね、表示がリッチなんで、はい、やっぱりこういう方がテンション上がりますよね。そうなんですよ。なのでちょっと行ってみましょう。今までですとボイスタッチですよね、例えば近くのコンビニ、はい、ってことですよね。これと同じような感じで来ちゃうわけですよ。じゃあ行きましょうか。アレクサ、ディズニーランドに行きたい。浦安市の舞浜にある旧江戸川河口ディズニーランド付近への行き方を知りたいですか。はい、はい、ルートを探しています。出た、始まりましたよ。ちゃんとあのナビのね、フルスペックナビのこの画面で案内が始まりました。これはいいですね。ついに来ましたよ。今までね、住所の入力ね、はいはいはい、名称の入力ね、本当にしんどかったじゃないですか。 それがしんどいから、Google マップとかある意味ちょっと妥協してた人っていっぱいいると思うんで、あると思います。これ実際にビッグ X お持ちの方で本当はこっち使いたいんだけども、まあしょうがないと、カープレイで今は行こうという方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。もうすでに持ってる方ごめんなさい。まあ Amazon の Alexa なので、まあ皆さん Amazon 使われてる方多いでしょうし、はい、アカウントも無料で作れますもん。もちろんですね。 Alexa 使うためだけに登録しちゃえば、はい、みんな使えるってことですね。そういうことなんですよ。いろいろ使ってみた結果、Amazon の Alexa が一番反応がいいんですよ。あ、本当ですか。これは多分使ってる方分かると思います。 OK Google って言ってから一呼吸待ちます。あ、ちょっと考えますよね、あれがね、グルグルってな。そう、 Alexa 今日の天気は、現在の天気は快晴で、おお、始まりましたね。要は呼びかけてから待たなくていいんですよ。そうです。あ、すごい、画面にも表示されるんですね。これいいですね。でもこの待たなくていいっていうのが、実は僕アレクサすごく気に入っていて、はい、アレクサいいね。そう言ってもらえるととても嬉しいです。嬉しいそうです。あ、本当だ。アレクサあなたはお利口さんですね。ありがとうございます。もっと言ってくれたらもっと頑張ります。欲しがりじゃねえかよ。アレクサでしかもこのリッチなナビで案内してくれるっていうのは結構なアドバンテージなんじゃないですかね。ついにこの時が来たかと、うん、私はちょっと震える思いでございます。震える思いなんですね、はい、アレクサナビ終了。ルート案内の、おお、ああちゃんとやれますね。できますね。お利口ですね。これ何がすごいって、はい、この、ね、自宅のアマゾンのあの端末、はいはい、持ってますよ。ありますよね、はい、コミュニケーション取れちゃうみたいですよ。これで音声の通話みたいなことができるってことですね、はい、じゃあ帰りなんか買っていくものある、そういう使い方いいですね。ができるってことですね、はい、これあの愛妻家のお父さんいいんじゃないですか。アレクサの連動一つで、はい、カーナビとしての役割というのが広がる感じがしますね、はい、そうですね。僕らといえば愛妻家じゃないですか。はい、ここか、はい、家族円満にも寄与するはいナビ。なるほど。夜中のお父さん、このナビ一つで得点を上げてみてはいかがでしょうか。というわけでですね、増田さん、はい、こちらの新しいビッグ X なんですけども、カーナビとしての内容は進化はないんですよ。最新版のままっていうところですね、はい、何が大きく変わったかというと、はい、こうエンタメと言いますか、車で楽しむあれですね、いろんなメディアの、はい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 、車中泊の時に動画見たりとかしますもんね。そうなんですよ。 HDMI で入力をして、はいはい、その動画を楽しむというところが、はい、まあ、前の方もあったんですけど、はい、そこがもっと拡充してきたと。で、今までですと携帯電話の接続なんですけど、今回これは Amazon の Fire Stick ですか、あれで接続してるんですよね。 Chromecast とかもいける。
もちろんです。でファイヤースティックとお持ちの携帯電話をフェザリングでつないで、はいはい、さらに映し出すのはこのピック X であると。まあでも前から HDMI で接続することはできたじゃないですか。できましたね。ってことはまあもちろん使おうと思えば前のモデルでも使えるは使えるってことですね。なんですけどもちょっと操作がね直接画面でできる部分が一部できるようになったんですよ。なるほど、まあ、ちょっと見てみましょうか。はい、はい、あこれが今 HDMI のつないでこう YouTube を映し出してます、はい、綺麗ですね。またでこのリモコンで Fire TV ですかこういうふうに操作ができる。これはまあまあ当然じゃないですか、はいはい、でさらにえいっあなんか出てきた。はい、まあ直接でこれねこのアイコンを押して再生したいんですけども、うん、それはちょっと無理ですと、はいはい、このリモコンがこう一応画面上にできるんですよね。あじゃあまあこれの、まあ、要はこの辺の機能がそのままここに出てるよってことですね。そうなんですよ。でこれでね選んで決定とかね。はい、いやーやっぱり高精細ですねこの画面ね。すごい綺麗ですね、うん、本当に綺麗。車のこういう、はい、リモコン類って、はい、車の中に置いてると邪魔じゃないですか。わざわざ例えばじゃあこれ見るときに、はい、運転しながらってわけにはいかない。いかないです。だってもう画面で操作ができたら、はい、これめちゃくちゃ便利です、ね、そうですね。例えばこのリモコンはお子さんが持って後列のね、セカンドシートに座ってもらう。例えば寝ちゃいましたと、はい、リモコンを回収するのもあるじゃないですか、はいはい、お母さんはここで助手席から操作が可能であると。あ、両方あるっていうのは確かに便利です、ね、これ便利ですね。で、はい、動画再生中の電話があったらちゃんと通話できるのか、うんうん、それも大丈夫です、はい、やってみましょう。はい、今こちらの携帯の方に出ました。はい、出ました、私の名前がね。でこれ一回応答してみましょうか。はい、では話すじゃないですか。でこれで話したあと切りますよね、はい、切ったあとちゃんと動画続きできるのか。はいはい、あちゃんと切れたところからですね、ちゃんとね。そうですね、動画配信サービスを思いっきり楽しめるのがアルパイン。すごいね、ビッグ X。 アルパインのビッグ X といえばあれですよね。あれですよ、あれですよ。口に出せないですけど、口に出すとね、これ反応しちゃうんで、はいはい、ちょっと言ってみましょうか、はい、ダブルゾーン、これですよ。これですね、これ前列と後列のモニター画面を別のものにねってことができるんですよね。それがすごくあのファミリー向けかなと。個人的な話ですけど、ちょっと子供ができたので、はい、そうなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これから出産予定です。いつですか。私じゃないから。でもちろんこれも HDMI に変更とすればリアには HDMI の動画が映ってますので、このリモコンを使ってですね直接。じゃあまあお子さんに渡しといて、はい、アンパンマンでも見とけと。はい、そうなんですよ。はい、でこっちはナビに切り替えてお父さんの運転を集中して、はい、さらにお父さんの音楽はこっちで再生が可能となってます。で野球中継聞いたりとか、ね、はい、移動時間が楽しくなります、ね、そうなんですよ。もうこれ一台があることでね、家族のこの車がストレスから楽しみに変わるんだったらば、すごくいい、こんないい話ないですよね。最高です。家族思いです。アルパインです。続いて他のエンタメどうなんだっていうところなんですけども、はい、ちょっとこの紹介の前にですね1個お話ししたいのが、アズランゴン会のディスプレイオーディオ、はい、あちらを購入される方の多くが後付けの地デジチューナーっていうのを購入されるケースが多いらしいんですよ、うん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 、まあ私もそうですね。で皆さん結構テレビって欲してらっしゃるんですかね。リアルタイムに情報を取りたい時っていうのはやっぱり見たくなりますね。例えばスポーツなんかは、そうですね、そうです、走行中もちろんサッカーとか野球見れないですけど、はい、でも止まってる時にちょっと野球サッカー見たいなとか。それこそちょうど今日のロケ日のね、はい、前日にあの立ち往生ってありましたよね。ありましたね、雪でね15時間動きませんでしたみたいな、はい、もちろんネットでもね調べれば調べられるんですけど、はい、うん、テレビだとやっぱりこうさっと情報として、そうですね、自分さつけてさえ置けば、まあ、勝手にね情報発信されますからね、はい、ないとあるって言ったら欲しいってなるんですか。そうですよね。そんな方に朗報ですと、今回ご紹介してます XF11NX2S、こちらの新しい、はい、ビッグ X ですね。これにはですね CD と、まあ、DVD、SD カードのリーダーはございません、はい、前ご紹介しましたあの LL ってモデルですかね、はい、あちらのモデルの、まあ、後継モデルのような形なんですが、まあ、いわゆるメカレスです、はい、なんですけどもちゃんと地デジは入ってます。テレビ、テレビでこのままテレビのね青が見れると。まさに気になる天気予報、はい、本当そうですね。こういうのがリアルタイムで、ね、チェックできますので、今ですとやっぱり CD 聞かないよねとか、いや DVD もそのスマホの動画サービスでっていうケースも
多々あると思うんですけども、はい、このテレビがちゃんと押さえてるってところは憎いですよね。そうですね、テレビはテレビでしかないですもんね。この部分もね、値段の中にインクルーズということで考えれば、後々ね、はい、お話ししますけど、かなりお買い得な、そういうことになるんですね。ナビも欲しい、カープレイも操作したい、そして動画も見たいし、テレビも見たい、全部揃ってます。ビッグ X すごいね。というわけで増田さん、はい、今度は N 版。 N 版、大人気 N 版。大人気の N 版です。 N 版といえどもね、あのやっぱ軽自動車なんで、そんなにね、あのインパネ周り大きくないんですけど、11型結構溶け込んでますね。明らかにでっかいですけど、馴染んでるなって感じはしますね。馴染んでますよね。もう立て付けに関しては N 版でも問題ないので、はい、あの N 版お乗りのご覧になっているユーザーさんはぜひ検討いただいてもらってももう十分だと思いますよ。まあ、N 版といえば、はい、車中泊する方とかキャンプ行ったり、あと釣り行く人とかいますね、いますね、はいはいはい、そういう人ってやっぱり車の中でこうちょっと時間を潰したり、まあ、それこそ、まあ、車中泊泊まったりとか、うん、その時に、まあ、さっきもちょっと出てましたけど、はい、これで映画とかちょっと YouTube 見たりとか、もう完璧ですよね。そうなんですよね。もうエンタメにおいてはもう最強の進化を遂げてますからね。ジムニーだけでないですよ。 N 版にお乗りの方であったりとか、もう本当皆さんが乗ってらっしゃる車に合うかどうか、ぜひあるアルパインの公式サイトで確認してね。110車種。はい、それではですね、ナビ機能は従来のものと、まあ、同じものが採用されているというふうに聞いてはいるんですが、はい、とはいえね、ビッグ X っていうのはナビとしても大変優秀じゃないですか。はい、そうですね、はい、なのでちょっとその機能をね、おさらいをしてみるということでちょっと走り出してみました。はい、というわけでやっぱりビッグ X といえばボイスタッチでございますよね。はい、そうですね、はい、それでは今からですね、お昼ご飯を取りに行きましょう。お腹すきましたね。はい、周辺検索、近くのファミレス、何がいいですかね。次の候補、僕はあの唯一無二の全勝推しなんで、はい、全勝推しなんですね、はい、ちょっと全勝グループはね、ちょっとマニアックですね。お願いします。次の候補、次の候補出ました。次の候補、ここです。ここに行く。はい、まあ、約 1.6 キロですか。はい、じゃあちょっとナビ通りに行きましょう。2個目のこ分かりやすいですね。分かりやすいですね。これ2個目の角よみたいな、はい、次って。こういう市街地って、うん、細かい曲がり方いっぱいあるじゃないですか。いわゆる Google マップのナビとか、うん、ああいうのって何メートル先とか間もなくとか、はい、すごいふわっと分かるんだけど、だからいくつも細かい路地があるとどこどこどこってなるじゃないですか。そうですね、近づいてきてやっと分かるみたいな。これはすごく分かりやすい。うん、それに比べてもだいぶこう手前からね、はい、分かりますね。そうですね、はい、本当文字通りナビだな。2個目の信号、あ、出た出た。これ信号の数が出るんですね。2って出ましたね。ってことはあと2個目だから、はい、今そろそろ次の交差点なんですけど、はい、これが1個目ですよね。信号を超えると減るってことですか。そうですね、超えました。次って出た。次って出た。信号カウントしてくれるのはいいですね。いいですね。あの気の利いたやつを助手席に乗せてる感じですね。はい、君運転得意でしょみたいな。そうそう、そういう人、運転してるよねっていう、はい、この機能はアルパインならではですよね。そうですね。はい、目的地に着きましたね。着きました。どこで曲がればいいかわからない、そんな時はアルパインのカウントダウンガイダンス機能でバッチリ見逃すな。すごいぞアルパイン。それではですね、気になるお値段とかなんですけども、そもそもアルパインでは、まあ、前ご紹介しましたけど、フローティング11型さんが3兄弟的な、はいはい、やりました。3モデルが、まあ、この23年モデルに関してもご用意がございますと、まず今回ご紹介させていただいたのが XF11NX2S で、これがスマホ特化のフルスペックナビです。で、同じスマホ特化のくくりで言いますと DAF11Z11Z、 これがディスプレイオーディオです。ディスプレイオーディオですね。要はナビ使う時には、はい、スマホをつながないとナビができない。スマホの地図アプリをカーナビ代わりとして使いますと。
で全て、まあ、エンタメ関係はスマートフォンでというふうになりますね、はい、でそして最後に DVD も全て抑えたもう完全なフルスペックですね。それが XF11NX2 S がつかないタイプが、はい、S がつかないです。いわゆるフルスペックのナビですとですね、はい。まあ、今回ご紹介させてもらったこれがですね、まあ、どれぐらいの価格帯になってくるのかっていうと、これ参考です。参考価格としてアルパインさんがやってます公式の EC サイト、はい、アルパインストア、はい、そこではですね19万8000円を予定します。この内容で20万を切るというのはかなりお安いですね。考え方いろいろあるんですけど、チレチューナーをじゃあ DA 買ってつけたらいくらなんだ、はい、とか、はい、後付けのことをいろいろ考えるとあんまり価格差が大きくないのかな。ないですね。でしかもこのちゃんとした、はい、いわゆるリッチなこのナビ決して高くはないですし、なんならちょっとお買い得なんじゃないのすら思いますね。ちなみにディスプレイオーディオ の、はい、あの同じくアルパインストアでの価格が11万3000円、これはチューナー含みません。おっしゃる通りチューナーを含んだ価格でこっちを買うのも、まあ、これもまた一つですと。とにかくシンプルに必要なものだけでいいと、それで値段を抑える、これも一つですし、はい、まあ、いろんなものを装備した上でちょうどいいところのこのですね XF11NX2S、 これをチョイスするのも賢い選択ですね。そうですね。でもちろんその中でもあのユーザーさんによってはですよ、どうしてもお子さんに見せたいものが DVD の方が楽だとか、はい、CD じゃないと嫌だとかね、はい、はい、そういった方にはですねもう本当にフルスペックおすすめですので、もちろんそうですね。もうご覧になっている方の、まあ、ライフスタイルであったりとかですね思考に合わせて選んでいただくのが一番いいと思います、うん、何を求めるかっていうことですね。ちなみにフルスペックナビがちょっと高くてコスパ悪いんじゃないのかって思うかもしれませんが、それはちょっとうがった見方です。実際ですね地図更新の回数であったりとか、はい、そういう細かいケアにおいてフルスペックの方がすごいんですね。なのでそういった部分も ありますので、一概にどれがコスパいいかっていうのはちょっと言いにくいんですけども、入りやすいところとしては今回ご紹介させてもらったモデルっていうのはかなりありかもしれませんね。ユーザーのそれぞれのライフスタイルに合わせたナビ選び、メインユニット選びができる、これがアルパインのすごいところ。にくいねアルパイン。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。本日2月8日に発表になりましたアルパインビッグ X シリーズのニューモデルに関しては、2023年3月中旬から上旬を発売予定としていると聞いております。気になった方はぜひアルパインの公式サイトをチェックしてみてください。より詳しい情報をそこでキャッチできると思います。そしてアルパインでは公式の YouTube チャンネルも運用しております。ぜひそちらもご覧になってください。それではご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。さよなら、またね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。